黒住小太郎旅日記、飛的女郎雲の巻。黒住小太郎とムカゴの小春は仲良く旅を続けておりました。とある山懐の荒れ寺、小春殿、ほら、そなたの笛の音で蛍があのように舞い踊っていますぞ。まあ、と突如怪しい黒雲がもく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 。小春殿、ご油断なさるな。はい。ほう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 、その笛をやめ、やめぬとその身をこの身とね。しるる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 、よし、こういう時にはドロ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 ンドロン、キャー、どうだ、忍法天敵の術で大やもりだぞ。とけーとけー、やっぱり大やもりは雲に強いや。くるくるっと、ひー、助けてー、パッ、お、小春殿、無事か、ピュー、どうさい、おー、これは、和尚、これは、いやいや、笛の音が聞こえたのでな、心配して上がってきてみたのじゃが、大丈夫かな。実は昔、この国の姫君と隣の国の姫君とで笛比べの会があったのじゃ。しかしこの国の姫君は惜しくも敗れた。うむ、姫君は負けた悔しさを抑えきれず、ある夜お城の天守閣に黒雲を呼び寄せると、大きな女郎雲に化け、それからは笛を吹く旅人や町の人を襲うようになってしまったのじゃ。なむなむなむ。こうしてまた旅は続くのです。黒住小太郎旅日記、飛的女郎雲の巻、これにて読み終わりでございます。はい、絵本おじさんですよ。今回ですね、この叩いている針扇、この作り方をね、知りたいっていう子が多かったんで、特別に簡単に作れる方法をお見せします。ではピーッと前に行きますよ。はい、道具は割り箸、だいたいこれ24センチぐらいかな、こういうのね。
で、あと A4 の紙ね、コピー用紙でいいです。それからこれセルテープ、これがあればできます。じゃあいきます。まずだいたい3センチぐらいかな。で、真ん中ら辺にこのね、いらなくなったコピー用紙でこうやってで、折ります。で、3センチぐらいね、この3センチぐらいの間隔でくる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 丸めます。こんな感じ、これ長方形なところね。で、そこに、上からよいしょ折ってね、で、セロハンテープでしっかり上を留める。で、今度は下を折ってよいしょ、同じようにセロハンテープで留める。はい、これで完成です。これで買ってたんだけど、これが張り扇の代わりになるから、みんなも作ってみてください。